今回はヤーマンのこちらの商品ポットスチーマーを使ってみたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。本体後ろ側に、水を入れるタンク、ここに入れるんですけど、タンクこちらです。もう線が書いてあるんで分かりやすいかと思うんですけど、この線まで入れます。水道水か生成水が使えます。ミネラルウォーターは使えないので注意してください。で、向きなんですけど、この向きで入れます。はい、入れました。あとブライトクリーンと違って、こちらのフォトクリーナー、普段愛用している化粧水をミストでこう吹きつけることができるので、それも準備します。化粧水とカップです。 6ml まで、入れられます。で、1回マックス 2ml までになります。はい、このくらいですね。で、本体のこの部分外れます。で、ここに化粧水入れます。はい、で、次に風よけフラップ、これを取り付けます。この方向ですね。これである程度スチームの向きの調節ができます。じゃあ早速やっていきましょう。で、この商品なんですけど、モードが6個あります。結構多いですよね。クイッククレンズモード、モイストモード、トーンアップモードで、スペシャルケアでディープクレンズモード、シルクスキンモード、ロングモードになります。今回は、クイッククレンズモードをやってみたいと思います。あとは化粧水のミストも使ってみたいので、合わせてモイストモードも使ってみたいと思います。はい、まず本体の電源ボタンがここにあるので押します。で、モードボタンここにあります。一回押すと、ディープクレンズモード、もう一回押すとクイッククレンズモード、もう一回押すとモイスモード、もう一回押すとシルクスキンモード、で、次がトーンアップモード、で、次がロングモードになります。なのでクイッククレンズモードをやってみましょう。見えますかね、赤い LED が。で、20センチほど離していただいて、目を閉じてスチームは吸い込まないようにやっていきます。すっごいあったかいです。クイッククレンズモードは3分間です。はい、3分経ちました。すごいシュッとしてます。で、前回ブライトクリーンでも使ったんですけど、ヤーマンのこちらクレンジングウォーターは合わせて使っていきたいと思います。3分間しっかりやった後に、こちらのクレンジングウォーターをコットンにつけて汚れを拭き取っていきます。もう毛穴が開いてるので、しっかりと汚れが落ちそうですね。はい、気持ちいいですね。ちょっと眉毛以外を落としていきます。
しっかり落ちております。はい、ではお次に、汚れをきっちりと落としたのでモイスタモードをやっていきたいと思います。モードボタンを 1,2,3 回押します。今度は青い LED ライトですね。もうすでにちょっと見えないかと思うんですけど、こっから化粧水のミストが吹き出てます。すごい冷たいです。あったかいスチームを浴びた後にこの冷たい化粧水ミストと、お、止まりました。この25秒を冷たいミストやって、3秒間停止してまた25秒冷たいミストが出るようになってます。うん、とても細かいミスト、ま、化粧水が肌に染み込んでいくのが分かりますね。気持ちいい。はい、終わりました。でこれ手でなじませていただければもうバッチリですね。すっごいしっとり。はい、まあ、私個人的な意見ですけど、ブライトクリーンより もう化粧水のミストがセットになってるっていうことで、もうこっちのホットスチーマーの方が私はおすすめですね。とっても気に入りました。よかったら皆さんも使ってみてください。ありがとうございました。